というか息子の昇進のことでお願いしていた権力者の人にお願いしていたんだけども、それが頼りにしていたのに願い叶わず虚しく秋が過ぎていくという歌です。これはちょっとじゃない、どうして。そして2曲目は冬の山里の様子、そして田子の浦の富士山の歌です。